スーザン・ソーントーンはアメリカ合衆国国務次官補。2017年3月からアメリカ合衆国国務次官補の代行を務め、同年12月19日に正式指名された。トランプ政権の外交部門の高官任命では、初めての現職女性官僚であったが、人事を承認する上院で、ソーントーンを新中派とする見方が強く承認手続きが進まなかったことから、 国務省は2018年7月末でのソーントンの退職を発表した。時間補の選定は、ソーントンが退職した後も難航し、2018年10月にデイビッド・スティルウェルが指名された。東アジア担当国務時間補に、ソーントン氏、トランプ米大統領が指名。産経ニュース。 http://www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ171220スラッシュ wr171220017-n1 と html ハートバノン氏の性的トランプ政権のアジア政策責任者にジャパンビジネスプレス2018年3月16日閲覧 ソーントン米国務次官補代行、退職へ、次官補人事が難航。産経新聞。https w w w a s a h i c o m s p a r t i c l e s a s l 7 1 4 h g 4 l 7 1 b 0 0 z h t m l 2 0 1 8年8月14日、閲覧。米国務次官補に、元軍交換、スティルウェル氏を指名。産経新聞。 2019年7月11日閲覧、ありがとうございます。